こんにちは。今日はこの映像をご覧いただきましてありがとうございます。今日ですね、ご紹介していく本はこちらの YouTube 動画スマホ活用で人生ビジネスを100倍開花させる方ということで、菅谷慎一さんと後藤光雄さんという方の共著になります。で、最近僕自身もその YouTube っていうのを活用して、まあ、どんどんね、とにかくもう数を上げていこうということでやってたんですけれども、練習も含めてね、自分自身の練習も含めて、とにかくこうどんどん情報発信していきたいなという思いが湧いてきて、そして、YouTube をですね、鬼のようにでもないですけど上げてるんですけど、この、本をね、たまたま、これはインターネット見てて、Amazon 見てて、そして面白そうだなと思って買わせていただいたんですけど、かなりですね、面白かったです。で、非常に親切にその YouTube でどうやって、どういうことを上げていけばいいかとか、どういう記事をアップすればいいかとか、自分の強みをどう生かしていくかとか、そういうことが、書かれていてですね、この菅谷慎一さんという方が、先生であり、そしてその後藤光雄さんという方に教えて、で、後藤光雄さんがかなりのどん底生活から一気にですね、這い上がっていったというようなそのことが書かれてて、前半はその菅谷さんの YouTube をどう活用していけばいいかっていうことがもうすごく分かりやすくですね、書かれています。で、後半に後藤光雄さんが実際どうやってね、 YouTube でこの仕事とかをやっていったのかということが書かれていて、で、特にその後藤さんっていう方がですね、鬼のように動画を上げていって、昨日かその YouTube を見せていただいたらですね、もう3600本ぐらい上げてるんですね。で、3600本ってすごいですよね。で、僕自身はまだまだ本当にそれを比べたらね、少ないなっていうのがあるんですけど、今500本をようやく超えたところですから、3000本っていうのはもうすごい数だなと、それをもう毎日毎日、3本4本多分5本とか上げられていると思うんですけども、とにかく、全てを YouTube にね、画像をアップする、動画をアップするっていうことで、その YouTube を軸にして展開されている。で、実際後藤さんっていう方は簿記をされてるんですけども、その簿記のいろんなね、やり方とか、そういうものをどんどん、惜しみなくですね、提供していくことで、僕に、簿記について、それに興味がある人が、こういろいろ見るようになって、そしてそこからですね、簿記の教室に通われたり、いろんな、展開があるということで、非常に、素晴らしい、活動をされているなというふうに思いました。で、ぜひね、その後藤光雄さんっていう方とか、あと菅谷慎一さんっていう方の動画ですよね、これもまた見ていただきたいなと思うんですけど、下にちょっと URL を貼っておこうと思いますので、またぜひね、その後藤さんと菅谷さんの YouTube とか、あといろんなこと、ビジネスについても書かれていますので、ぜひ見て、興味があればね、見て、ぜひあなたもですね、この YouTube を使ってどんどんね、自分の持ってる、資産というか、自分の持ってる、ものを、他の人にとって役に立つものが必ずあるはずなんですね。だからそれを YouTube を通じて出していくということをね、してみてはいかがでしょうか。で、僕自身も人前に出るっていうのはもう絶対にね、嫌だというはずだったんですけども、まあこういうことをね、もう恥も外部もなくやってますので、やりだしたらね、本当にこうできるなということを感じています。で、これからもね、そういう意味でこの、この本書ね、かなり参考になったんで、これをまた参考にさせていただきながらですね、いろいろ動画の方をアップしていければと思っています。以上です。ありがとうございます。